水中撮影をしたい。ただミラーレスなどの防水ハウジングは数十万円し、カメラが変われば防水ケースも買い直し、海のアクティビティが好きな自分はいつも考えていた。安価でもっと気軽に愛機を水中に持っていきたい。昔使っていたハウジングは観葉植物入れになっている。今回ようやく良さそうな防水ハウジングを見つけた。10メートル防水だが、イルカを取るのには十分な性能。興味のある方はぜひご覧ください。ご紹介するのはアウテックスの防水ハウジングです。まずは装着してみたいと思います。本体のケースはシリコン製のため、ほとんどのカメラサイズに対応できる柔軟性が魅力。レンズを装着したままカメラをシリコンに入れます。ちょっとコツが必要ですが、比較的簡単に装着できます。レンズ部分が通ったら、次にボディも通していきます。シリコンが破けたりしないか不安ですが、意外と丈夫なのではないかと思います。シリコンとカメラの位置も微調整します。確かにこれならカメラの種類は問えませんね。続いてアウテックスフロントレンズを装着します。フロントレンズは3層構造になっており、レンズ、ワッシャー、アウターリングがあります。最初にレンズを装着します。購入時にフィルターサイズを 67mm で選んでいますが、オプションのステップアップリングでサイズ変更も可能。続いてシリコンをアウテックスレンズの周りの出っ張りに均等になるように持ち上げます。ここが防水の決め手でもあるので、しっかり確認して装着。ワッシャーをかぶせ、その上からアウターリングを締めます。レンズを含め、どれもきつく締めすぎる必要はないそうです。がっちり締めすぎると、今度は外しづらくなります。カメラをひっくり返し、少しだけシリコンを下げておきます。リアレンズをカメラ下部に取り付けます。フロントレンズ同様にシリコンを持ち上げていきます。ワッシャーはへこみのある方をシリコン側にします。これで装着完了です。カメラ本体の操作もシリコンが柔らかいのでできます。
モニターは見やすいですね。ただファインダーとモニター表示切り替えを手動にしていないとリアレンズに反応してファインダーになってしまいます。次はストラップを取り付けてみます。まずは本体にストラップホルダーを装着していきます。続いてリストストラップを取り付けます。ネックストラップも付属しています。リアガラスは若干左右に動くのでメニューボタンを操作するときには傾けることもできます。面白いのがワイヤレスマイクをつけたまま防水ケースに入れられるということ。防水ケースに入れると音がこもってしまうときに活用できそうです。音声はね、今ワイヤレスでピンマイクに飛ばしているので取れてるんじゃないかなと思います。水の中につけてみたいと思います。ワイヤレスマイクはまだ通ってるかな。はい、ここまで来るともうワイヤレスマイクは通ってないんじゃないかなと思います。はい、シリコン内にどれだけ空気を入れておくかで浮力が変わりますが、基本的に浮力は強めです。はい、防水ケースがあればね、こんな滝の真横で撮影ができます。よいしょ。注意点として、一応ズームはできますが、レンズのねじ込みが緩んでしまうことがありました。ドルフィンスイムで海に飛び込んだ拍子に、そのままねじ込みが外れてしまい、撮影チャンスを逃す失態を犯しました。今回ミスをしましたが、使い方によってはかなり撮影のバリエーションが広がるアイテムです。また何か撮影をしてきたらご紹介したいと思います。